まあ、パソコンディスクも安かったしなんかちょっとお得したなと思いながら仕事をしてたんですってそしたら夜中になってずっと仕事をしてたら突然お尻の穴に激痛が走ったんですってでそれがねあの痛いじゃなくて何かで棒みたいので突きつけられたようにズボンってケツの穴から背骨にこう突きつけるような感じでうわっと思って痛いと思って立ち上がったんですって。うん、うわ痛いーって見たら 椅子から女の手がが出ていてててい指がこう一本立っったんですってあの夜中多分終電逃したんでしょうね酔っ払ってで彼の部屋までやってきたらしいんですよ、えー、まあもう寝てて寝てたらいきなり玄関のドアダン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 って叩かれるんですってうっせえなあれだよこんな時間にと思ってガラガラって開けるとその。 友達のちょっと電車乗っこらせた時は行くよみたいなこと言ってんですって。だん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 ってとちょっと一晩でいいからさとかって言ってうっせえなと思ってだん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 早く開けるだん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 って言った瞬間その廊下にいた幽霊がだだだって走るように走っては音はしないんですけどふって動いたと思ったら玄関のところに行ってドマンところでいきなり土下座したと思ったら。 明日払います明日払いますから帰ってくださいって言ってるんですってそこでもねみんな見るんですよ毎日その子が夢に出てきてはニコニコしてふって目が覚めるんですってなんで毎晩毎晩出てくるんだろうあいつって何か言いたいことあるんだろうなってさすがにねその夏休みの間はねあの自分と自分の周りぐらいしかそんな話しないんだけど 出ると学校に行くとその子と仲良かったらみんな同じこと言うんですよ昨日も出た昨日も出た昨日も今で見たっていうんですよこれは何だろうと思ってで誰かがそれさうちのばあちゃん言ってたんだけどお線香とかお参りに来てほしい時ってそういうことあるらしいんだよそうなんだじゃあ俺ら亡くなってからあいつんち遊びに行ってないから なんかじゃあ、まあ、子供だからお菓子かなんか持ってこうかってお供えのってそうだなってじゃあみんなでちょっと100円ずつ出してさ行こうよってそうだね あのチャイルドシートとかは結構長期でね使うから大体3ヶ月とか割引でしちゃうからやるんだけどすぐ返しに来たんです232ヶ月ちょっとぐらいで、はい、どうしたんですかって言ったら「いやきのかなんかとか故障とかなかったんですか?」って聞いたら「いやそういうとこは何もないしあの全然私どもは問題ないと思うんですけどなんか知んないんだけどこの子がねぐずるんです」って言うんですっ、うん、チャイルドシートに入れるとぐずるんですって。うん、で初めはねそのまあ 車に乗せられて揺れたりするからぐずるんだろうなと思ってたんだけどもほぼ仕事の関係で毎日赤ちゃん乗せて保育所行ったりしてるのにぐずるんですってそのうちに後ろでね運転してるとシートの後ろでさっきのブーじゃないですけどうーって言い始めるんですってうーって言い始めてそのうちうーって言うんですって。 それがね子どもの声じゃないような声でうなるんですってあのもう息してないんですってですぐ救急車呼んでお母さんも帰ってきてでお騒ぎになってで結局そのまま田舎でお葬式になったんですね東京に戻らないでで、まあ、自分として見ればかくれんぼしようって言って一緒に乗っちゃったんでああと思ってでお葬式でこう手を合わせて。 おじいちゃんと一緒にこうやって手を合わせてたらおじいちゃんが隣で「やっぱりまた弟が死んだか」って言ったんですってなんだか分かんないって意味がだけど聞けないんですってで後でそで東京帰ってお父さんに「おじいちゃんこんなこと言ってた」って言ったらお父さんが「いや実はお父さんにも弟がいてな」って「仏まで死んでるんだよ」 あっちの世界にまあ帰っていくところだったのかなみたいな感じで言ってたんですよ。でちょっとこんな話じゃ弱いですよねみたいな感じで彼言ってたんですけどで私、それ聞いた時に、うん、もちろんその、ま、もう亡くなっちゃった女の子がお盆でお家に帰ってきてでまた、ね、元,元の世界というかあっちの世界に帰っていくっていうのも思ったんですけど閻魔様っていうのがすごい引っかかったんですよ。様ってなかなかかその ちっちゃい子が口にするようなワードではないじゃないですか。もしね生きた人間だったとしたらね、うんうん、はい。で、エンマ様ってすごい気になるなぁと思ったら、あのー、これ日本独特の考え方らしいんですけど、エンマ様ってそのお前天国、お前地獄、お前微妙みたいな感じで判断するじゃないですか。振り分けるみたいな。で、うん、はい、こっちの方ずっと振り返るんですって。えっと思うと待ってるみたいなんですって。 えなんだよお前って立ち上がってでカバン持ってスーツとカバン持ってでついていくわけですそうするとついていくのを見たら猫はずっと歩いていくんですって追っかけていくわけですよで猫は別に走るわけでもなく自分の前をずっとと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 って歩いていって公園を出ていくんで公園出ていくとずっと路地を回ってで1軒のアパートの中に連れていくんですで階段トン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 って2階に上がると廊下がまっすぐあって で猫が上がっていくのをついていくとドアがガーッと開くんです。